あっち行け、家には誰もいないぞ。そんなことを言わずに開けてください。鳥じゃないか。あの家の持ち主で貝殻の話か。そうだ、気に入ったかい。私はスラッグ隊と王立公国の代表です。最近この塩玉を含む10辺領土を併合した国です。未納の税金であることをお知らせするためにここに来ました。納税できない場合は公国は次の期間まで。待て、質問がある。まず公国ってなんだ。あと税金って。それはスラッグ隊と不公爵夫人がこの領域全体を所有していることです。今すぐ納税しなければ財産を差し押さえするぞ。分かったか。分かった分かった。この辺にハートケーブが。ごきげんよう、ヤドカリです。ヤドカリとして生まれてきちゃったからヤドカリとして生活していくか。海の生き物といったらタコが良かったんだけどね。まあ、ヤドカリもなんか面白そうだよね。これなんか拾えた。ハートケープの隠し場所を見つけた。一つ食べるだけで元気がみなぎってくる。これがヤドカリの食べ物なんだね。税金に足りるといいけど、これ税金にもなるのかな。まあ、とりあえずアイテムはね、コツコツ集めてこう。さあ、ヤドカリの冒険の始まりだ。よし、ここを、あれ？待て、ジャンプとかはできないのか？このヤドカリ。そっか、ヤドカリはジャンプできないよね。ダメだ。あ、なんだ？殻にこもることはできる。とりあえず、これに話しかけてみるか。え？うわー！カリです。みんな、なくなってしまったー。貝殻取られたんだけど、こんなのもうヤドカリじゃなくて、狩りになっちゃったし。あ、でもそこにいるね。取り返せるかな。うわー、逃げてっちゃった。あれ待って、殻がなくなったからジャンプできるようになってるね。これでこっちを進めるようになったか。いるねー。この辺の水たまりどうなってんだ？意外と深いのかな。よーし、とりあえず、まあ、進んでいくしかないか。いたいた。うわ、やっぱ逃げられちゃったか。待てい、どこだ。おー、ヤドカリだから、まあ、海の中でも生活できるよね。ジャンプ長押しで泳ぐことができるのか。待って。あ、でも、なんか限界があるんだね。永遠には泳げないのか。だとしたらここ登れないんじゃない？一旦戻って、あの上に乗るのか。よいしょー。立派なヤドカリになるためだ。まずは泳ぎの練習。それからここは、ダッシュで、届け。届いたねー。向こうになんか光ったアイテムあるね。あれは、よいしょー。お、いけたいけたー。これなんだ？これも貴重なアイテムだよね。ブレッドクロー。ウル系のアイテムなのか。よーし、まあ、ヤドカリとしてね、しっかり海の中でお金も稼いでかないとね。まあ、今後何かに必要になるかもしれないから。あ、他のカニだ。え、戦いが始まったのか？うわー、待ってくれ。敵多すぎでしょ。一気に来た。よいしょ、やっていくしかないか。あれ？待って。攻撃は頭を守るしかない。これで守っていくしかないのか。いや待て、攻撃ないからもう進んじゃおう。頭を守りながら。ヤドカリは戦えないのか。カラーすらないし。走っていくしかないか。頭を守りつつ。でもちょっと食らってきた。よいしょ、急げ。ほい、あ、なんかある。あー、見失った。貝殻を取ったサメいなくなっちゃってるね。これは？自分を守る手段が少しぐらいあってもいいよな。あ、武器だね。よっしゃ、ヤドカリとして戦えるようになった。チャージ攻撃もあるんだね。これを使いこなして、いくつもの敵を倒していくぞ。そこの上気になるな。
待って、いけないか。あ、瓶を割っていくのか。すごい破壊力だ。ヤドカリのくせに、敵がやってきた。これでフォーカスを合わせて、待って、回復もあるね。これで回復して、よし、さあ、初めてのバトル、行くぞ、そいー、オッケー。強いな、結構。よー、倒したー。まあ、余裕だとね、カニぐらいだとこの程度なのか。あ、回避とかもある。こういう、カワスをうまく使って、よし、戦っていこう。行くよー。ほいー、おい、おい、おい、あ、あれ?ヤドカリー!ここでまさか、やられてしまったか。死んで、しまった。死んだら、アイテムとかロストしちゃってるね。待って。まずはこのカニを倒してから、拾いたい。よいしょー、いいねー。で、これ回収して。よし、ゴミを回収した。いや、僕の大切なアイテム、ゴミとか言われてるし。待てよ、まだカニ来たぞ。よいしょー。ため技一回に、あと、チョンってやれば、まあ、簡単に倒せるね。さて、ま、こっち進んでか。いや、でも、この海の世界、強敵とか、言いそうだよね。特にタコとか出会ったら、倒せるかな、強そうだな。これなんだ?おー、クリスタルゲット。これも何かに使う重要なアイテムだ。それから瓶があったら壊して。壊したくなっちゃうんだよね。あれはなんだ?さて、これはなんだ?おー!シェルを見つけた。あ、これヤドカリの住処になるんじゃない?ここで回復とかできるのか。回復しとこう。おー、いいね。家だ。あ、レベルアップもあるね。やっとこう。マイクロプラスチックを使ってレベルアップか。さて、じゃあ、まず、いろんな能力あるけど、まあ、攻撃力に上げていこうかな。あれ?上げれない。待って。どれも上げれないね。まだマイクロプラスチックが溜まってなかったか。敵を倒せば手に入るよね。見つけたぞー。あ、僕んちだ。あの貝殻。てか、あれ、サメの、なんか、おもちゃみたいな感じだけど、謎の生き物が掴んでんのかな?その生き物はサメじゃなさそうだよね。なんだ?カタツムリ。え?うわー、カタツムリとの勝負が始まったか。戦っていこう。あれ、殻にこもったね。よいしょー、いいねー、このタイミング。あ、カタツムリの殻。カタツムリの殻は、ちょっとこれ小さすぎるねー。ちょっと他行ってみるかー。うおー、海の冒険の始まりだー。こっちの世界には何がいるんだ?なんかいるね。あれは魚だ。うおー、食べようとしてるー。やめてくれ。吹っ飛ばしたー。ヤドカリは美味しいけど、みんな食べようとしないでね。立派なヤドカリになるんだ。誰かに食べられないように生活していかないとね。そこにも魚隠れてんね。どこにでもいるね。よし、避けてからのほい。いいよ。戦い方も上手くなってきたんじゃないか?オッケー。つぶらな瞳してて可愛いな、このヤドカリ。でもちょっと貝殻が欲しいよね。どこ行ったんだ、あのサメ。海は広い。見つかるのか?カニだね。待って。よいしょー。ため技が強い。よし。うわ、敵だらけだな、ここ。よし、全部倒しとくよー。痛い。ちょっと食らった。ちょっと食らっただけであんなダメージが入るのか。オッケー。待って、次。あっちから倒そう。いくよ。ほい。うー、早かった。避けてからの、そい。いいよ。ほい。いいね。もう一匹来た。避けての、ほい。強い。ヤドカリ、使いこなしてきたね。フックゲット。
おっと、あれは確か家になるとこなんじゃない？よいしょー、これ取っとこう。お、いいね。そろそろレベル上げできるかな。攻撃力、ダメだ。まだ足りないか。まだまだ敵を倒して集めてこないとね。さて、あ、これプラスチックになるかな？マイクロプラスチック。ダメだ。さすがにペットボトルは壊せないか。この上とかはなんだ？あれ？何かいるぞ？ここ、海の中に城があるね。砂でできた城。止まれ、侵入者。公爵夫人の命令により、怪しいものはすべてスラックタイドから追い出す。着るものを見つけるまでは中に入れないぞ。そうか、僕は裸なんだ。殻を取られた裸のヤドカリなんだ。だからここに入れてもらえないのか。ちょっと、着るもの何か探さないと。これは、何かないか？敵から奪えないかな。この魚なんか着てないか？よく見たら。布巻いてるよね。倒した。これアイテム。このアイテム服かな？服来い。よいしょ、拾って。なんだ、フックか。ここにもいるね。おい、一撃。何も落とさなかったか。あ、これとか拾えるかな？ダメだ、こういうのは拾えない。カニいるね。せめてカニの殻。これ欲しい。剥ぎ取れないか？めっちゃ来たー、キャー。敵多い。でも、倒してやる全部。よし。もうヤドカリを使いこなしてきたから、3匹同時に来ても、すべて倒してしまう。いいねー。まだこのヤドカリ、レベル1も上げてないけどね。やっていけるな、意外と。あれ？なんか向こう光ってるぞ。あれ、なんかありそうだな。え、なにこれ？自動販売機っぽいね。あ、ボタン押せる。動くの？おー。なんか、缶出てきたね。これは拾えるのか。おー。ふう、これで、公爵夫人に会いに行くことができるぞ。あ、これが服になるのか。金属のシェルを見つけた。長押しで隠れることもできるのか。ちょっとやってみよう。おー。かわいいな、隠れ方が。ペットにして飼ってみたい。ちょっと待って、こっちの缶。ん？下がれ、砲破り。おっと、ごめん。チケットを持ってくるべきだったか？お前は自分が法律よりも重要だと思ってるな？法はそんなに簡単に裏をかけないからな。ごめん、レスの最後尾に行くから許して。は、他の価値のない法破りたちと同じように内首にしてやる。やばい、ボス戦が始まったか。倒せるのかこれ。めちゃくちゃ強そう、でかいし。避けて、うおー、来たぞー。どういう攻撃をするんだ？うわー、潰されたー。え、待って。一撃。よし、もう一回。ちょっと、缶選びからだね。これ、防御力とか書いてる。30か。これは30。全部同じかな。能力は同じなんだね。よし。さあ行くぞー。勝てるのかこの、レベル1ヤドカリ。行くぞー。そい、うおー、余計に測った。あんな技も繰り出すのか。よいしょ、一発だね。うわー、からったー。待って、強い、一撃。よいしょ、避けた。一発一発が強いな。来るよ。オッケー、避けた。うまいよ。来るよ、ほい。回避をうまく使ってやっていこう。来るよ。ほい、いいね。避けたよ。せい、当てた。ため技。キャ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 ー。ボスの体力全然減ってないし。さ、今日もみんな高評価をして、今回はこのヤドカリに力を分けてね。よっしゃ、行くぞー。こっからだ。こっから全ての技、避けてやる。さあ来い。避けて、オッケー。待って。
おい、避けた。で、攻撃当たらない。動きも、待て、よく見たら敵の武器の方が長い。ずるいな。僕はこの錆びたフォーク、こんなんで倒してやる。こんなんでも倒してやる。来るよ。よし。で、隙を見せたら攻撃、避けてからの今、OK、ちびちびダメージを与えていくしかないね。よそい。おお、そう、今のダメージはすごい与えたね。よし、分かってきた。攻撃結構避けてきた。防御不可能の攻撃、かわすか走るか飛びのけようしかできないのか。防御不可能の攻撃が来たら避けようってことだね。ってことは来るんじゃない、もう早速来たー。うわ、避けれなかったね。これレベル上げてから叩くべきなんじゃないかな。いや、でもこれでも勝てるはずだ。レベル1ヤドカリ、それでも勝てるとこを見せてやる。よいしょ、多いよ。来い、せ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 い、いいね。もう一回せい、せい、来るよ。避けて。さあ、こっちだ。誰か行ってきた。どう来る？よー、避けて、避けて。よいしょ、多いよ。今のとこノーダメージ。いける。で、相手の体力が半分ぐらいになったら、来るよ。よし、避けた、今。よし、うまいこと避けたね。あとちょっと、これいけそうだな。なんだ？バランスとひっくり返し。敵がバランスを崩すこともあるんだね。ひたすら攻撃していけばいいのか？来るよ。OK。噛んで防いで。いけるいける今回。あとちょっと、キャー！めっちゃぶっ飛んだ。よし、缶変えよう。新しい缶にして。強いね、やっぱ。うおー、落ち着け。待て。あとちょっと。噛んで、防いで。行きやすい。こっち来い。あとちょっと。一発ぐらい。当てれば、勝てる。行きよ。せい、よっしゃー、倒したー。うわ、強敵だったなー。これで、ザリガニより強いヤドカリになっちゃったね。こう。これは自己防衛だよね。ザリガニ消滅しちゃったね。これで、待って、ここで初めてのレベル上げできそうだな。そう、ちょっとレベル上げでどうしようかな。体力とかも増やしたいところだけど、全部攻撃力でいいや。もう防御力とか、体力とか気にしない。攻撃力だけを上げていこう。よし。さあ、これでちょっと強くなった。ボスを倒して、ようやくレベル上げできたね。新しい缶ないかな。ちょっと新しいなったら拾いたいところだけど、とりあえずでもこれで、あ、あったね。これで服ゲットしたから、あの城に入れるんじゃないかな。カニいるね。もう、ここまで強くなった僕には、カニなんてもう速攻で倒せちゃうね。強くなりすぎちゃったな。めちゃくちゃ攻撃力上げたからね。よいしょー。よーし、城の中入れたぞー。やった。これで、あ、話せる？この人かな？公爵夫人。いや、ただのカニ兵士だったか。待って。この先何か、いそうだね。ちょっと一番向こうまで進んでみよう。え？並んでる。並ばないといけないかな？並ぼう。話してみよう、後ろの人。何のために並んでるの？そうだよ、これ何のために並んでんだ。抜かしてもいいよね。先進んじゃおう。おい、え？どこに行くつもりだ？その公爵夫人のところへ。さあ、もう進んじゃおう。あれ？いるね。あの生き物は、カニだったか。話しなさい。Oh, yes, ma'am. はい、公爵夫人。I,
私、最近私の貝殻を剥ぎ取られたもので、なんとかならないかと思いまして。ヤドカリさん、私の城は気に入りましたか？お城そのとても綺麗です、多分。多分！どうやら、この後ろにあるような、綺麗な真珠とかね。こういうなんか綺麗なもの持ってこいって言われたから、探していくか。いやでも僕の本当の貝殻が欲しいな。こっちはなんかあるかな。これでも城の中だから、なんもなさそうだね、こっち。真珠とかそういうのを見つけて来ればいいのかな。海だからありそうだよね。あれ？これはバナナ。これ、汚いな。あ、つけちゃった。まあいいや。新しいバナナの皮といういい服を手に入れちゃったね。バナナの皮とともに、これからもね、ヤドカリ生活頑張ろうと思います。それではみんな、じゃあね。